昨日、新しく平原でサバイバルを始めようとしたものの、突如雷雨に見舞われ、近くにあった洋館に避難しました。しかし、中は凶悪なモブが住み着く危険な場所。早く竹下九郎美香の3人を見つけ出してここから脱出しないと。それは別の洋館です。グーテンモルゲン。お、やった、ゾンビが一体湧いてる。こういう暮らしにくい場所で生活してわかったことだけど、ゾンビは本当にありがたい存在。鶏肉や人参じゃがいもはもちろん、鉄を落とす。おまけにたまに鶏と一緒になってたり、村人ゾンビってこともある。ゾンビには無限の可能性があるのだ。あ、ゾン肉。ここに来て初食用ですね。さあ今日も階段下の部屋から出てこっそり探索。一回くらいバレずに行きたい。あ、フラグ回収が早い。じゃあ。ふう、飛行中の幸い、出たばかり。こっから、安全に、します。斧は出なかったか。出たら焼いて撤回ですか。そ。ま、それはともかくまた一体減らせた。こいつら館もブドもは一度倒したら二度とスポーンしない。だから倒せば倒すだけ安全になってくんだけど。あいつがダメだな。斧とクロスボウハゲだけならどうにかなる。召喚ハゲだけは今んとこ対抗手段がないね。召喚される前に突っ込んでみます。他のやつも周りにいたら絶対負けるか。なんだよーもう、まさかよー。追われて拠点戻って、また出て追われてさ、シャトルランジェンこんなんさー。床すり抜けて先回りされてる。ズリンだよ、ちゃんと一段ずつ階段降りて声ばかたれ。ダメだ完全に追い詰められた、逃げ場が少なすぎる。どうせ死ぬなら最後まで暴れてやる。あれ？不思議と本当に誰も入ってきませんねこの部屋。バイオのセーブ部屋かよ。ちょっと落ち着いたらまた行くか。というかあれだな、探索するならいらないもん置いてくか。すごい、順調にタペストリー集まっていってる。無駄にな。ちなみに16種類あるそうです。金インゴットのもあるのか。それ馬です。なんか、一気にオタク部屋みたいになったな。さすがにあいつらもういなくなったよな。よし、出発。もう何回目かの夜かわからないけど、今夜も食べ物探し。館内は薄暗いので気をつけてくださいね。ところで知ってるかランプちゃん、村人にはスケジュールがあるんだと。スケジュール？そう。確か8時から14時まで働いて、その後は集会したりして、18時頃には全員一斉に寝るんだってさ。へえ、すごく健康的な生活してるんですね彼ら。逆にこいつら邪悪な村人はどうなのよ。館内をずっとうろうろしてます。暇なんですかねきっと。あ、でも、数人でたまに役立ちしに行ったり、1ヶ月に一遍くらいはみんなして村を添えに行ったりしてるかも。漫画に出てくる悪者のテンプレみたいな奴らだな。まあ悪者ですからね。なんて話してる間にすんなり新天地ですよ。自分でもびっくりだ。お、クリーパーだ。オラ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 。お見事。後ろは、誰も来てないな。さて新部屋。大いなバルコニー。ここから外に脱出するのはどうですか？エンダードラゴンの群れが外にいてかなり危険らしい。都合よく出られない理由が書き換えられていってる。それより。マジかこれ。上になんかある。すごいなこいつら。今度は本物のゲートだ。密かにネザー寝室も目指していたのかも。ここは梁の上か、チェストはなさそうだけど、いかにも怪しい屋根裏部屋がある。ここにもお宝はないようだけど、糸が手に入ったのはでかい。弓が作れるぞ、あと釣り竿。これからは魚が食えるぜ。水はあるんです。おーし、多分この辺は全部見て回ったかな。次行こう。お弁当で持ってきたゾン肉は本当にお腹減ったら食べよう。さっきからこのどっかにいるクモが気になるな。ここはバルコニーだし。いや。なんか見つけました？こっちの方角、まだ建物が続いてた。ってことは。来た、どっかの屋根裏だ。お、よく見つけましたね。下に部屋もある。これは、旗織り機？なんだこの部屋。羊毛だらけ。随分とふかふかな部屋に来ましたね。千と千尋にあった棒の部屋みたいな感じ。マジでここの住民何しようとしてんの。羊毛の中には何もなさそう。一つもお宝ないのかよここ。ガックシだ。未発見のタペストリーいっぱいですよ。だからガックシしてんだよ。どうせこのドアもバルコニーだろうし。ほらバルコニー。あ、もしかして。やっぱし、別の部屋と通じてる。と、行く前に。逃げ道確保。これでよし、行くぞー。ここは、最初にスルーした地図の部屋。チェスト発見。念のため別の角度から周りを見て。何もいないな、多分。キョロキョロしてるけど多分この人今チェストしか見えてないな。金と石炭。これは、微妙。
か。素敵。もうちょっとこの辺見たいけど、ダメだ、アイテム置きに帰ろう。いやでももう少しだけ。骨と雇いとくらいかな、使えんの。それはそうと、普通に矢が手に入りました。帰ってきて、なんか音するなって思って見に行ってみたら、シャットアウトしたとこから顔覗かせてたんですよ。どっか暗いところではいたんだろうけど、これはラッキーだね。先住民がいなくなったフロアは全部真っ暗にした方がいいのかも。この人、すぐ後ろを歩いてきてるのに気づいてない。ってお互いに気づいてない。あ、ん？なんかいた？拠点に。俺のオタク部屋に？俺のオタク部屋にー。どうしようどうしようどうしよう。ひとまずこの階段を封鎖しましょう。やべえ、ここシャットアウトし忘れてた。ほら早く完全に塞がないと、もう一体行ってますよ。よえやばい、やばいやばいやばい。よりによって、一番やばいやつに俺の拠点が占領された。見張り穴開けといて正解でしたね。どう？なんか見える？いました、隅っこに。あ、動いた。どれどれ。うわ、俺がさっきめっちゃ飾ったタペストリー見てるよ。何もなかった部屋があんなのになって不思議がってるんでしょうか。いや逆に気に入ってるかもしれん。気に入られちゃったらずっとあそこに住まれちゃうんですよ。そう、絶対奪い返す。何か算段か。パニックになったちっちゃい脳みそをフル回転させて作戦を5つ考えた。1、僕居候って叫びながら剣持って突っ込む。2、ドア開けて身を潜めて部屋から出るのをひたすら待つ。3、そのままこいつを閉じ込めとく。以上だ。3つでした。どれでいきます？落ち着いてよく考えてみたが、1は体力たった2つじゃ無理、2はこいつを解放するのも結構まずい。それじゃ3ですか？そう、触らぬ神にたたりなし。部屋移動はしてもらうけどな。ここは、ゾンビ部屋。ここを犠牲にしてこいつを閉じ込める。もったいないけど、まあ一番安全。で、おい。今見られたらベックス出されますよ。ひぃー。怖えよ。こうして、次にブロックを破壊する。壊したら急いでここから離れる。そして見張りの穴から奴の動きを確認。ここまでは順調。部屋を見てる。さっきといい怪しんでるのか？とっとと行けこの野郎。入った。よし、あとは戻ってこないと信じて閉める。おい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 、嘘だろ。後ろ向きで出してきやがったぞあいつ。どうなってんだよ。作戦範囲が広いってやつなんでしょうか？わからん。わからないけどバレたってことはそういうことなんだろうな。一応ちゃんと閉めてこれたけど、心配だな。万が一ゾンビがぶち破っちゃうこともあるかもしれない。また戻って壁を強化しておかないと。ま、こんなもんだろ。どうも皆さん、素敵な隣人ができました。これから仲良くできたらいいなと思います。挨拶しに行きましょう。目合っただけでぶっ飛ばされるわ。完全にシャットアウト。壁が二重でも全然安心できないよ。あ、そういや2階からゾンビ確認できるよう穴開けてたんだっけ。そこも閉めに行かんとまずいな。どれどれ、一応ちゃんと閉じ込められてるか確認。ギャー、そりゃそうなりますよ。あれでバレんのかよ。下には無理だ、今ははしごで降りれない。階段で降りよう。いやさっき閉じたんじゃん。うわー、先ほどの2体目さん、さらに追撃で何らかの魔法発動。わー、バカバカバカ、俺たちルームシェアしてる中だろバカ。ふうふう、どこかのゲート部屋にたどり着いたようだ。新天地か。ここまで来たら俺はただでは帰らんぞ。天井を見てから帰る。ネズミか。え、誰？こっち来た。誰なの？怖いよ。やめろ。モスにデスされました。やばい、何持ってたか覚えてないけどアイテムばらまいちまった。取りに行かないと。確かこの辺か。待ってろ俺のアイテム、今取りに行くからな。出待ち。だあ、とっとと消えろよクソチビども。ズリーズリーんだよ。壁すり抜けてきやがって。完全にチーターじゃねえかよおめえらは。その息です。ベッツはとても性能が高いモブですが、その代わり数秒の命。その調子で避け続ければいずれ消滅します。無理言うなって。ほらまた来ますよ。左折。やべ、柱にぶつかった。ふふ、死ぬ。うわあ、寄るなー。じゃあ、あー、すごい、とんでもない勢いでやることなすこと全部が裏目に出てる。ダメだ、手も足も出ない。アイテムは諦めてまた木のツールからやり直そう。これ以上命は無駄にしたくない。ま、これがダイヤツールとかならもっと必死になってるけど、石ツールだしな。幸い探索で手に入ったアイテムはチェストに入れておいてある。失ったのは領土問題の直前に持ってたアイテム。
骨や火薬腐肉といったジャンク品です。立派なアイテムやぞ。しかしあの場面パニックになってはダメだったな。愚直に突っ込んで見事にドツボにはまり込んでしまった。ピンチになってももうちょっと落ち着いて行動するように気をつけないとだ。毎回叫びながら走ってる人が急にしっかりするなんて無理ですよ。ここの階段はあれか、ビンディケーターに斧でかち割られたとこ。結局一度も降りたことなかったでしたっけ。だと思う。俺がいるフロアにもこれだけ敵がいる。下も同じだろうな。とりあえずシャットアウト。一フロアずつちゃんと部屋を調査していこう。あ、こんなとこにドアあったんだ。いろんなうなり声が聞こえます。ちょっとだけ見よ。やっぱうかつだなこの人。苗木部屋か。別の角度からも確認。あれだけ声が聞こえたのに見えないな。手前苗木部屋、その奥は図書室だろうか。ん？いましたね、危険人物。当分この部屋は行けそうにない。となると今行けるところ下くらいしかないんだけど。よし、逃げ場をこんだけしっかり作っときゃいいだろ。行くぞ。とうとう2階のフロア進出、緊張しますね。って聞いたら即逃げるけどな。いなさそう、多分。というかそこらから鳴き声してきて判別ができない。いつ来てもいいように気を引き締めていきましょ。なんかこの辺、俺の拠点のフロアと作りがそっくりなんだけど。上の階だとここは謎の部屋でしたが、こっちは空室のようです。間違い探しかよ。ってあのレンガ階段は、マジかよい。同じとこに疑似エンドポータルあるじゃんか。つ、クマさんこの人。笑ったるな。洋館がこういうやつだけだったらよかったのにな。にしてもこのフロアは暗すぎるな。お、苗木部屋だ。クマさんが夢にまで見た苗木がいっぱいありますよ。そのことは忘れて。おお、ここら一帯は家庭菜園してるスペースなのか。砂とサボテンゲット。まあ使い道があるかはまだわからんけど。さて、苗木なぁ。上上上。あ鉄。お、文明界か。最初はやっぱ鉄ピッケルか。いや、ここなんて石ピッケルあれば十分だしな。かなり限りがある物資、しっかりと使い道は考えないとです。